創価学会の池田大作名誉会長が死去したことを受け、岸田文雄首相は18日、X ・旧ツイッターで歴史に大きな足跡を残されましたなどと哀悼のメッセージを発信した創価学会は公明党の支持母体として知られていることも重なり、政教分離どこいったと SNS が大いにざわついている。 岸田首相は X に、池田大作氏のご逝去の方に接し、深い悲しみに耐えません。池田氏は、国内外で、平和、文化、教育の推進などに尽力し、重要な役割を果たされ、歴史に大きな足跡を残されました、と投稿。 ここに慎んでご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々及びご関係の方々に対し中心より哀悼の意を表します。内閣総理大臣岸田文雄と記し、首相の立場としてメッセージを発信した。しかし、この対応で X は大荒れに、政教分離のはずなのに、選挙協力してもらったからですか 一宗教団体でしかない創価学会の池田大作の死去に対して岸田首相が公の場で弔意を表すって創価学会がいかに自民党に食い込んでいるのかいかに日本政治に影響しているのかを証明している個人として亡くなった方の生前を偲ぶのは問題ありませんがなどと炎上。 皮肉にも自公政権への池田氏の影響力を示す結果となってしまった以下はネットユーザーの反応をまとめたものです今まで自民も議席数のためにやむを得ないから公明と連立しているだけなのだと考えて投票してきましたがこの岸田のこのコメントでその考えが大いに誤りであったと分かりました 自民党に投票することは創価学会を支持し創価学会に直接投票することと同義だったと知り自分の心情に反する行為を今まで言ってきていたことを本当に悔いています中国や韓国が靖国参拝で起こるのと同じで総理大臣という立場の人が一宗教のトップの死を追悼するのは違うと思う 別に個人としてひっそり追悼することには何も問題はないと思うが旧統一教会の問題が去年起きて解散請求するって時に他の宗教に関して関わるのは違うと思う総理大臣としてのコメントを発したことに問題があることになぜ気づかない個人的に追悼しようが何をしようが勝手だが 政治家として公職名を用いてメッセージを発するのは政教分離に反すると思う。安国参拝は国に命を捧げた英霊を弔うので宗教的意味で論じるべきではない。第二十条信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。に何人も 宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない、憲法違反だね、しかも一国の総理が、岸田は総理大臣であるということを自身で全く分かってない、文化人として扱いメッセージを出したと言い訳するかもしれないが、幸福の科学大川隆法氏が亡くなったときにメッセージを出したのか。 政教分離についいい。ても全く考えが及んでいないどうして自ら支持率を下げるようなことをするのかもしかして開き直り文化人というよりも一宗教団体の代表のイメージが大きいのではいろいろな宗教問題が起きている中で総理大臣がコメントを出すのはいかがなものか。 個人の心で思うのは結構だけど、内閣総理大臣としてすぐに国民が目に見える形で言うのは違うと思うが、行政の所有地に神社を建てるのは憲法違反なのに、国の代表が肩書きまで使って一宗教団体の代表に弔意を示すのは認められるんだな、きっと選挙とかでお世話になったんだろうね、じゃなきゃわざわざ総理大臣の立場で投稿しないだろう。 これが一個人としてならそこまで言われなかったんじゃないかな世の中にはいろんな功績を残した人がいるけれどそういった人たちには何も触れないのも違和感を与えている原因創価学会にいろいろ忖度していたんだろうというのが透けて見える宗教絡みで強硬姿勢を示さないのは絶対これが原因だろうだから旧統一教会に対して強く出れない 選挙で票が得られると思えばたとえカルトでも利用するのが自民党創価学会しかり旧統一教会しかり多額の献金で生活が立ち行かなくなった人がいても知らんふりを貫き通す政治家は一体誰のために仕事をしているのだろうか そそもそも公明党の支持母体が宗教団体っていう時点で詰んでますよね、政教分離なんてよく言えたものだなーって思いながら毎回選挙に行ってます、もちろんフラットな目線で投票してますですが統一教会しかり、今回の件でもわかるように組織票さえ手に入るなら相手を選ばないのが自由増税党ってことを物語ってると思います。 統一教会が巨額献金や霊感商法など悪質な活動により多数の被害者を脱し、大きな社会問題となっているが、公明党の支持母体である創価学会においても同様の献金問題が指摘されている池田氏が会長になってから財源強化のため、会員に多額の献金を行うよう指導強化を図ったとされ、その手法への批判も多く見られる。 そのような個人の行為を是認する形で首相が追悼するのはいかがなものかと思う政教分離は政府が個人の内心や信仰の自由を侵害してはならないという解釈ですがこれでは競技の概念です戦後日本では政治権力と国家信徒を切り離すという文脈で語られてきましたしかし日本文化の中で語られる 国家神道を政治に関与させせないことだけではありません日本は戦国時代の宗教政治を乗り越えて江戸時代には政治権力と宗教権力を分離しましたカルトや排他的な一神教や極端な思想が政治権力を支配すれば違う宗教を信じる人々や違った考えを持つ人々を排斥し弾圧します多くの日本人は たとえ現在は小さな宗教でも、その宗教が未来になって政治権力と結びついて他の宗教を弾圧し、国民の信仰の自由を抑圧する恐れがあると理解しています。日本における抗議の政教分離は、政治権力が特定の宗教と結びつくことを禁じることだと、肌感覚として認識されています。批判される理由です。 公明党なしに政権与党を維持できない自民党に長期政権を与えてきたツケが今政治腐敗として顕在化しているこのカルト政党の独裁者が中国べったりだったおかげで自民党所属議員の大多数まで中国に対する批判能力を失ったも同然だこの際ちょうど良い機会なので腐りきった自公連立政権にも一旦終止符を打たせ 国政そのものを箱洗いすべきタイミングに来ているこれを機に閣僚が公職名を記載して神社で宗教行為をすることやその行為の宗教的意義をメディアに説くことの是非を再考してもらいたいです文化庁の宗教年間によれば神社本庁は信者数等において創価学会をはるかにしのぐ日本最大の宗教団体です 人間、長いものにはまかれがちですし自分の好ましい宗教の実践に対しては甘くなりがちです。